が相手でも逃げるわけにはいかないの。やった。一気に決めさせてもらう。王としての責務を果たす。やっ、殺さない。誰かしら。下がりなさい。いたたりを知らすこともないでしょう。私の番だわ。そこだ。私の番。デルタスラッシュ。ゴールドサードね。あんたもやるじゃん、モンスターのくせに。ビーシャン、お願い、正気に戻って。見えないの、私たちのプラネティウンドが。そして逃げ惑う子供たちのことが。子供たち、モンスター
ているのはみんなモンスター。モンスターは子供の敵、子供の敵は私の敵。どうして届いてくれないの。ステマックス、まずいわ。ネズミが市街地の方へ向かったわ。獣だ。ママ、この状況どうすればいいの。この声は、ネプネプ、ミーシャさんの様子が。まさか子供の声に反応しているの。怖さを無理に克服しようとしなくてもいいの。あなたなら持っているはずよ、それを受け入れる勇気を。怖くてもいいんだ。ええ、怖さを知らなければヒーローにはなれないわ。B 社が正気に戻ったところで、残るはあのネズミの化け物ね。なら急ごう。 B 社さん、その体で大丈夫なんですか。無理しちゃダメです。無理だからってのんきに休んでられないよ。こういう時こそヒーローの出番なんだから。ではね、ステマックス。レッキューか。それに B 社か。正気に戻ったのでござるか。ええ、あなたがネズミを引きつけてくれたおかげに。シュー！ B 社、無理だよ、やっぱり。大丈夫。突然だからちょっとびっくりしただけ。よく言ったわ、B 社。なら、あなたの初めの一歩、共に踏み出しましょう。女神とゴールドサード、初の共同戦線よ。
始めるものは誰かしら。私たちの戦い。
るかしら。行くわよ。私の番。デフューンブレイクで決めるわ。悪いわ。サービスしてあげる。とどめよ。覚悟。弱い。拙い戦い方をしてしまった。やったの？ええ。勝ったのね、私たち。そっか、勝ったんだ、私。モンスター本当に逃げなかった。ビーシャ！大丈夫よ。多分疲れて気を失っているだけ。そう、よかった。女に追われて、あ、どうやらしっかり覚えているみたいね。誤解っちゅ。これはあの女のせいでオイラが暴れたくて暴れたんじゃないっちゅ。そんな見えすいた嘘に引っかかるとでも思ってるつもり？嘘じゃないっちゅ。クールガイなオイラの胸の奥から暴れたい衝動が湧き上がってきたんだっちゅ。その話詳しく聞かせていただけますか？イストワール様、どうしてここに？騒ぎを聞きつけて様子を見に来たのですが、どうやらすでに解決したみたいですね。さて、確か悪い中と言いましたね。おそらくあなたの姿を変えたのは妄想化現象と見て間違いないでしょう。最近ゲーム業界で発生したこの現象は謎に包まれていましたが、もしかしたらその謎を解き明かすことができるかもしれません。まさかオイラをモルモットにするつもりっちゅか。同じネズミでもネズミ違いっちゅよ。まさかイーズンはマッドサイエンティストな外道キャラになってしまったなんて。このゲーム唯一同キャラになんてなっていません。妄想家解明のために協力してもらうだけです。なんだ、それなら相当早く言ってよ。てっきり解剖とかするのかと思っちゃったよ。さて、ネプチューンさん置いといて、あなたはどうですか？協力してくれればお礼として今まであなたが起こした事件や騒動を少しくらい許してあげることもできます。と言っても執行猶予くらいですが、だとしても教会に協力だなんてオイラのプライドが許さないっちゅ。生まれついてのワルのオイラにはアウトローがお似合いっちゅ。そうですか。では今回の騒動の賠償として100億クレジットの請求と身柄の拘束をしなければいけませんね。あなたが協力してくれればその成果をもって賠償はなし、これまでのことも執行猶予を与えようと思っていたのですが。傾いてるわね。あからさまに金額を聞いてビビってるわ。それに今ならコンパさんが東海に住んでくれているので3食彼女の美味しいご飯が食べ放題ですよ。ネズミの名にかけて全力で協力させてもらう。
妄想家について研究するっきゅ。相変わらずの手のひら返しね。そういえば忍者さんはどこです？さっきまでいたのにどこにもいないです。本当だ、いつの間にかいなくなってる。戦闘のどさくさに紛れて逃げるなんて汚い。さすが忍者汚い。捕まえられなかったのは悔しいけど、あいつが秘密結社の構成員だって分かっただけでも十分よ。そうですね、実態がつかめれば自然と打つ手は決まっていきます。さて、皆さんも疲れていることでしょうし、私たちも教会へ帰りましょう。皆さん、本当にお疲れ様でした。盗まれた例のゲーム機はどこにありますか？聞く！今渡さなきゃダメ。秘密結社の狙いが分かった以上、これは厳重に保管しようと思います。やっぱそう。何よネプコ、ずいぶん歯切れが悪いわね。別に減るもんじゃないんだし、渡したら？まさか、ネプネプ、壊したりなくしちゃったですか？さすがに、それはネプコでもないでしょう。せっかく取り戻したゲーム機なんだし、間違って壊すならまだしも、なくすなんて。アイちゃんが逃げ道を塞いでいくけん。まさか本当になくしたの？実はあの戦闘の後ないのに気づいて、けどなかなか言い出せなくて。なんでそれを早く言わないのよ。親が怖い子供か、あんたは。だって怒られると思って。まったく、あんたと来たら。ってなると犯人はムッツリ忍者ね。たく、抜け目がないんだから。盗まれたものは仕方ありません。そうそう、どうせ秘密結社を何とかしなきゃいけないなら、その時に取り返せばいいだけだよ。盗まれた張本人が言うと説得力ゼロね。人生何事もポジティブシンキングだよ。はい。あんたは人をイラつかせる資格でも持ってるのかしら。何のことかな。イラ。そこで徐々にモンスター慣れをしていくとのことです。そういうことでしょ。最近はだいぶモンスターにも慣れてきたようでしょ。こっちも彼女のおかげで人間の子供のお客が増えて商売繁盛でしょ。それは良かったです。ではワレチュウさんとの面会のためですよね。ちょっと何勝手に答えてるんでしょか。ネズミさんにですか？また何か悪いことをしたんですか？退屈していると思ってうちのゲームを差し入れに持ってきてあげたんでちゅの。遊べるゲームがあればゲームの違法コピーや違法ダウンロードする気も起きないはずでちょ。なのでちいこさんは毎日こうして差し入れを持ってきてくれているんですよ。すごいです、ちいこさん。果たしてそれだけですかね。アイちゃんニヤニヤ。そう
私的にはそれは後付けで、ネズミに会いに来てるんだと推測するわ。おお、これはまさかあれですかね、アイちゃん。ええ、間違いなくあれね。感じてる私がいるよ。いつも私のことばっかりだったから、今日はプレイヤーさんのことを少し聞きたいかな。あ、ねえねえ、こんなの知ってる？リーディングっていう超能力。今私はあなたのゲーム機に保存されているセーブデータを読んでいます。ん、これは、おお、ナイスバディのお姉さんがいっぱい出てくるゲームがこんなに。なんてね、嘘嘘、そんな能力ないから。ねえねえ、ちょっと焦ったでしょ。本当にこんな能力があればプレイヤーさんの趣味とか分かっちゃうんだけどな。単刀直入に聞いちゃうけど、プレイヤーさんはどういうタイプの子と一緒にいるのが楽しい？ね、私みたいな元気いっぱいなタイプはどう？好きな感じ？
ったヒロインらしく清楚キャラを押し出すべきかなとか実は迷ってたんだよね。残念、もう行かないと。じゃあね。